感謝状を贈られたのは、十六銀行本店営業部に勤める西尾直さんです。西尾さんは今月4日、店舗の窓口に訪れた70代の男性から、SNS で知り合った外国人女性にお金を振り込みたいと言われ、不審に思い上司に相談し、その後警察に通報しました。騙されている認識のない男性を説得し続け、詐欺の被害を未然に防いだとして、西尾さんには岐阜中警察署の横林公博署長から感謝状が贈られました。西尾さんは、業務ではお客様との会話が重要と考え、心がけていた中で違和感があった。銀行全体で未然防止に取り組んでいければと話し、横林署長は、詐欺をよく認識した上で適切に対応していただいたことに敬意を表しますと感謝を伝えました。